둔지얼음제주시의녹촌리という町を通り過ぎると高さ282メートルで南側に向かって広がった馬蹄模様のトゥンジオルムがあります。オルムの噴火口には昔溶岩の噴出で出された大小の破片が堆積し今は溝ができています。またオルムの斜面は杉と松の山林になっている非常に美しいオルムです。トゥンジは平地より少し高めの丘陵のことです。オルムの見た目は北側に緩やかに曲がった馬蹄の模様をしており、頂上をトゥンジボンと言います。オルムの形が独特で、傾斜が緩やかであるため、見た目よりは気楽に頂上まで登れます。トゥンジオルムは昔から良い気運を出す名所と言われているので、一度登ってみるのもいいでしょう。オルムの北側には、松や杉が群落をなしており、南東側には1112番道路が走っていてアクセスも楽です。